グロリア・スタイネムは、アメリカのラディカル・フェミニズム運動の活動家で著述家、女性の権利の擁護者。グロリア・スタイネム・オハヨ州、トレドの生まれ。父親は、旅の多いセールスマンで、ユダヤ系。母親は、長老派教会の信徒だった。1944年に離婚。彼女は、トレドの母親の元に泊まった。母親は、病気がちで、幼い頃から、母親の看病に明け暮れた。 1952年、スミス大学に入学。政治学を学び、在学中から政治活動に積極的に参加し、1956年に大学を卒業。2年間インドに留学。アメリカに帰国後、ジャーナリストになることを希望したが、編集者は男性のレポーターを希望で採用には至らなかった。2年後、ようやく、ヘルプ。 市の副編集長の仕事にありつけたが、その後も他市の記事をフリーランスで書き続けた。1963年、フルタイムのフリーランス執筆者となる、一連の著名なインタビュー記事を書いた後、ジョージ・マクガバン候補の大統領選キャンペーンで政治的な職務を引き受け、これが後にニューヨーク市の編集部での仕事に繋がっていく。1971年、彼女は、 全国女性政治リーダー会議のメンバーで女性行動連盟の創立者でもある。1972年には雑誌、水を創刊し、その雑誌が1987年に週刊になるまで記事をそこに執筆し続けた。1974年、女性労働者同盟を一つにまとめ、1977年にはテキサス州ヒューストンでの連邦女性会議に参加した。1991年、 水が再刊、再出発を遂げることになったとき、その編集顧問に就任。1993年には、連邦女性、名誉の伝道入りを果たした。2013年、大統領自由勲章を受賞した、ヒュー・ヘフナーが設立した高級クラブ。そこで、グロリア自身が、同クラブのバニーガールの募集に応募し、自らがバニーガールになるとともに、 その活動や他のバニーガールに参加する女性へのインタビュー、舞台裏の潜入取材を観光し、それを元にしたルポルタージュ・エバニー、エステールを1963年に公表した。この作品はアメリカはもとより全世界で注目され、女性の性障害への継承だけでなく、ヘフナーとの論争も起こった。ありがとうございます。